はい、部屋に入りました。今回はチャン使ってます。チャンね。はい、役所希望はなしです。おー、黒いいですね。はい、今回人狼やっていきたいと思います。ね、カミラが取られちゃったんだよ。いつもカミラ使ってんのにね。これ残念。よいしょ。やろう。潜伏よろしくと。よいしょ。あ、いててててて。殉教者霊能出てくんねえかな。よろしくお願いします。うん、つらかったら番犬使用してもいいよ。ドラジェシカミングアウト。ドラジェシ把握。カミングアウト。番犬いたら出て。カミングアウト。カミングアウト。なしね。ほう。殉教は生還。生還ですね。山だったら番犬走らせろ。せやない。ジェシカ犬ないのね。ロラ番犬出し希望。番犬出さないよ。黒打ち後回避できてしまう。延長希望。回避できてしまう。延長希望。方がだるいと思うんだけど。延長希望。生き量は貫通や。針貫通、番犬回避、生き量使用後貫通でいきましょう。サンドラ。それでいい。延長希望。借りしてほしい。番犬指定されたら対抗出てもらってもいい。サンドラ、あったほうがいいと、あったほうがいいと思うぞ。ビル、延長希望。ビルフランクね。フランクオッケー。仮指定外だけど、なんでスーザン、なんでスーザンは番犬出しに反対だったの？いいよ。ビル占われなかった。占いで白もらえないと ない場合、借りして恋の借りして率高いのか。ちゃん、犬出す出さないの話はやめてほしい。犬一が狼目つける。いや、犬は出していいと思うけどな。俺
村目でも犬出していいと思うんだけどな。お前犬か。お前犬なのか。うん。ビル・フランクに関してはあれ関しては本当に本当に変わり映えしないな。どちらも生理値かと。仮指定なのにあまり対抗殴りないな。仮してタイムが伸びたぞ。してタイムが伸びた。ビル・フランクならビルですかね。やはり対抗殴りないし、フランクはビルを生き量で見ていることから、フランクの非生き量はつけたね。まあこの2人なら普通に黒もあるしビルでいいかと。うん、100でいい。ジェシカそうだな。ビル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  OK。 生き量なら釣りやん。回避なしも遅いな。準拠あるな。なんか神だって言われると自分が言われてるかのような気持ちになる。30秒前。今日浴びないな。10秒前。遺言吐く。フランクは正直分からん。これに関してはビルに同意だな。
あ、ヒューに同意。普通にビルは釣り位置だったと思う。ヒューが黒塗りしていたわけじゃない。30秒前。うん、だるいな、占い噛むかな。10秒前。ちょっと難しいぞこれ。どっちが真かわからん。ミカ初日囲いしてないし、ミカの方が神明と見せかけて別に番犬に当たるリスクを恐れてないからね、この狂信者。狂信者初日囲い安定なんだけどな。まあジェシカ黒塗りしたいし、ビルクリス監督かな。番犬リスク恐れてミカ囲ってんじゃないのってしたいしね。ナイス生存。GJ 出てもいいしね、最悪。クリス神行こう。10秒前。GJ やめて、GJ やめて、マジで。ふぅ、出るんか、出るんか、GJ。ジジ出るんか。おはよう。ニャチ。まあ。おはよう。鉄壁いるな。黒出たら番犬出ないとな。いいね。フランク黒、カミラ黒。え？カミングアウト。カミングアウト。ああ。番犬、どっちも番犬来たぞ。クイズ進化。サンドラ結果はこれまだなの、これ言ったっけ。サンドラの結果はビルの色は、ビル黒ならローラでいいぞ。白かよ。ビル。誰月に行こう。サンドラでいいよ。延長希望。ビル準拠歩いちゃうと思ってる。てかこれは普通に番犬への白ってリスクあるんだよな。高いし、初日ジェシカ囲い見ちゃうんだが、いやこれちょっとまだ早いな。今日は番犬の精査の方がいいな。やめとこ。
ビルを准教軸で置くなら延長希望、延長希望、ドラできる盤面、延長希望、かっこ延長希望、生き量次第だが、フランクは初日で対抗釣り押しが甘かったのと、甘かったので生存意欲があまり感じれなかった。どちらが決め打ちならフランクのがいいが、延長希望、フランク釣りのがいいと思う。だが黒打ちで即番犬しよう。むずい。マジで？みんな審議ついてんのかよ。みんなかなりフランクを偽で決め打ててるみたいだな。まだ分からん。これちょっとまだ分からない。市民感出しとくわ。延長。延長希望。ジェシカはクリス・グッジョブなら確定が見終えるから、延長希望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 、難しいな。占い師、占いに関しては美香がお互い自分の黒出しを確実な黒で見てるのが怖いわ。ミカ視点、カミラ番犬、フランク人狼もあるわけでしょ。逆もな。これで早々に決め打てるのが怖い。
ただフランクは謎のエマ殴りなんだよな。なんで？フランクは対抗が黒確定してるの、しているから。フランクは占いが、占いはどっちかわからないにしろ、対抗は黒角なわけだから。絶対カミラ押さないといけないでしょ。なのにエマ殴りはこの盤面でするべきではないかと。こうなるから番犬先出しした方が良かったのに。うん。1分前。多数決でヨランク、ヨランク的な感じ。ヨランク、ヨランク吐く。30秒前。ヨランク、ヨランク吐く。10秒前。ヨランク。狩りはクリス守りいらんから他守って。さらばヨランク。30秒前。カメラどこから見すぎ。貸したカメラ。毎日見てるけど、うん、10秒前。番犬しろ、リスクあるし。かなりジェシカの囲い見てしまうわ。いや、いっか、それは明日でいい。打たないでおこう。ここで喋る必要ない。あー、どうしよっかな。これもう決め打ちなんだよな。9割。10秒前。生き量噛みたくね。9噛んどっか。カミラ護衛されたら最悪だから。ちょっと、クリスに黒出しされるときつい。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。結果
PP 圏内ワンちゃん。チャンクロ、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、あーミカ偽ハーク、ちょっと待って、これマジ、ちょっと待って、言い訳ある、言い訳あるってか、クリスがシンナ、クリスが偽で隠しろ、ちょっと待ってクリスが偽で隠しろ作るメリットないしな、ここで新芽を取るために新芽取りの黒打ちしてきた強心でしょ、ちょっと待って、これあれ、これガチでミカシンある、ああジェシカの占い、占い位置めちゃめちゃ納得だけどな、この村は強心、強心が番犬に白出したら死ぬから、ミカ視点でのジェシカ囲いはかなり大べきだった、そこ隠しろにしてる、隠しろにしてるクリスはかなりかなり神秘あるだろう、フランクで人狼が落ちたのが強心視点は分かる、分かったんじゃないの、分かったからシンメトリで話題にも上がってなかったチャンに黒落ちでしょ、クリス・シンが確定した、確定だがジェシカ・シロしか現状情報落ちてない、ちゃんとカミラで終わり、カミラ初日ジェシカの格好見てたでしょ、いや当然見るでしょ、延長希望、延長希望、強心は白誤爆できないんだぞ、うん、エマ・スーザン、延長希望、延長希望、この盤面もうカミラ忘れないのね、そもそもビル殉教以外での、以外で生き量の黒乗っ取りとかが
あった場合には PP になるし、私つい絶対飲めない。カミラを新置きして、カミラのこれ白黒になる可能性あるんだよな。縄がついてる。延長希望。クリスが占ってくれればそれでいいじゃん。今日はミカに行きたい。延長希望。いやこれクリス死んで俺占って白ってなったらめちゃくちゃ強いんだけどな。うん、延長希望、延長希望。それしか言わないやん。カミラが死んだらチャン白見えてるでしょ。ここでチャン釣り押してきたらカミラ偽も見てマジでビビったが、それがなさそうだから新置きできる。クリス護衛できるなら勝ち確だと思ってる。安定でミカ行ってほしい。スーザン、あーサンドラ、これでこれで、あ、ミカシなのかな、わかんねえんだけど。番犬黒だしな。こなんか個人的にはスーザン行きたいんだけど。サンドラ、スーザンから行くとワンチャン負け筋作るね。ミカ大安定だと思ってる。ミカでいいよ。ミカとエマが黒だった時、エマとジュンキョウいたらやばい。ミカでいいんだけどな。1分前。ミカ黒追ってない。RPP の話、自分目ミカは確実に人外。
いいよ。30秒前。まあいいが。そうだな。なんで明日 RPP の可能性あるの？10秒前。これはしんどい。エマオオカミ未化強心で殉教いたらやばいが、ミカ人外確定だから30秒前2回行きたかったな。でもスーザンでもいいよ。10秒前。OK。死ぬー、これやばい。マジでクリス偽であれ。ミカシン、クリス偽。ここで身内切りしてくる、これミカシン。クリス2世フランク黒が、あ、フランク黒を身内切り。クリス今日神ら神一択だと思ってて、っていうのも生き量が殉教取ってた場合勝ちだし、殉教が生き残ってた場合でも勝ちなんだよね。エマさん、エマジェシカに殉教がいたらいいし、カミラカミでいいと思う。10秒前。カミラジジは怒らないでしょ、もう。頼むぞ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 。ふぅー。ふぅー。やめて、クリスお願い。クリス、クリスお願い。クリス、クリスマジでお願い。エマ黒、わかった。エマ黒把握。クリスリセカわらわら。うん。ジェシカが殉教じゃないなら、殉教または生き霊の乗っ取りで殉教とかになってなければ勝ちだぞ。そうなってたら RPP 初日身内切りかよクリス、マジでなんそんなことすんだよ。エマ殉教、エマ殉教、なら釣り飲めるじゃん。殉教だから破綻させたい狼でしょ。え、今殉教なんだ。殉教、殉教使用しても釣り逃れできないぞ。まあ諦めかな。いや、いや待て待て、エマ殉教で
今準拠なら準拠使用しないでしょ。そのまま釣られればいい。ここでエマ行かないの意味わからないぞ。サンドラ、サンドラ待て待て、サンドラ落ち着け。延長希望。ちょ、これ、ここで分けんの。ちょっと待って、落ち着け。延長な。延長希望。サンドラ、スーザンは自分からロラ提案してたんでしょ。延長希望。準教で見るならあそこでしょ。ここでミカ偽で決め打ったから私辞めたんじゃないの。これでエマ行かないのはさすがにきつい。村につい、村につこうってどういうこと。村につくって何。村につくってなんだよそれ。それエマ負けるんだぞ。え、何これ、何この感じ。自白じゃない。エマが殉教ならちゃん釣りで負けるんだよ。意味わからないでしょ。ここで、ここでちゃん釣り、ここで狼の殉教回避でちゃん、白のちゃん釣り、マジで意味わからん。延長してほしい。飲めない飲めない。そもそもクリスが偽ってフランクどう見るわけよ。カミングアウト。生き量エマちゃん付き。フランクが黒だったからカミラ噛まれたんでしょう。強心がクリスならクリスがいきなりフランク殺しに行ったってことになるぞ。サンドラ分かってくれ。1分前。ジェシカ生き量エマ釣りならエマ行っても RPP になるのかよ。延長希望。延長希望。サンドラマジでマジで信じてほしい。フランク人狼軸ならエマ黒だぞ。クリス強心沖で フランク釣りは意味がわからないだろう。
延長希望。サンドラ負けではない。 RPP で勝てばいい。ジェシカ絵馬付きなら、絵馬付きが本当なら、そうなる。エマは黒だからな。1分前。そもそもジェシカは今は村側なんだから、村の味方してよ。エマつって生き量、生き量で黒乗っとればいいやん。30秒前。延長希望。頼む頼む。エマはそもそも殉教なら黙って釣られるでしょ。サンドラにしか話さない。もうサンドラにしか話しません。そこで狼仕様で回避だぞ。昨日ミカはチャン黒で連呼してたし、黒目上げてなかったでしょ。カミラもちゃんはほぼ白で見てくれてた。カミラが白く見てくれてたのに、カミラ髪 しないでしょ。エマが狼で殉教の謎回避してるだけ。1分前。新名もサンドラの方が高い。あーじゃあ、分かってほしい。うん、エマ行こう。30秒前エマ行ってジェシカ行く。10秒前。エマ行きました。エマが殉教で10秒。まあ、オッケー。エマで頼む。エマ頼むぞマジで。オッケー。よかったー。で、ミカカミ、ミカカミ行くか。ミカうるせえからミカかま、かんとくか。ミカうるさいからミカかんとこ。
はい。内緒。ジェシカバチコリ。釣れるやんけ。ジェシカバチコリ釣れるやんけ。5点。エマ市民だった。エマ市民か。エマ市民な、そんなアホな。じゃあクリス、クリスとジェシカ入れます。ちなみに RPP は800回ほどやってきました。負けたことまだないです。負けたことは一度もありません。魂の頼む、来い、ジェシカ。私の勝ちだ。30秒。頼む RPP。 あっと、悪いな。10秒前。頼む頼む、お願い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 、でしか。あありがとう神様、神様ありがとう。これが本物なんだよな。決めちゃうんだよな、2分の1、2発。悪いな。10秒前。あー、もう、ありがとう、ありがとう、サンドラ、信じてくれて。殉教ビル？マジ？スーザン？ありがとうございました。チャンツル、チャンツル。ありがとうございました。YouTube ライブやってるそこ。ありがとうございました。引いたか。2回引いていく。ありがとう。バレた。クリスさんありがとうございます。クリス死ん、クリス偽でマジでよかった。角黒になるかと思った。いやー、こんな、ありがとうございました。ありがとう、よかった。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。このチャンネルでは主に人狼ゲームのプレイ動画を公開してます。サブチャンネルではストーリー性のあるゲームを毎日投稿しているので、そちらもぜひ見てくれると嬉しいです。ではまた。